丹相駅は埼玉県小玉郡上川町大和上竹にある東日本旅客鉄道八高線の駅である上川町唯一の鉄道駅である旧駅舎ホーム短式ホーム一面一線を有する地上駅かつては相対式ホーム二面二線でホーム間は古線橋で連絡していたが2015年7月10日に駅前後の分岐器が撤去され防線化された 二番線側は前、全路ホームとも残っているが、全路は、本線から分断され、ホームも古線橋が封鎖されたため現在行き来はできない。1986年までは、上部鉄道が当駅から分岐していた。二番線ホームの外側に側線と専用ホームがあったが、現在は一部が、住宅地に転用されたほかは、 さらちとなっている。また、かつては当駅から下り方に引き上げ線も設けられ、駅北西にある小西街道踏切に当時の痕跡が残る。高崎駅管理の無人駅で簡易追加改札機、乗車駅証明書発行機が設置されている。かつて隣の小玉駅とともに完全無人化の計画が出た際は地元の反対により免れたが、 2012年3月17日をもって完全無人化された。駅舎は冬に咲くことで知られる白ー公園の冬桜をモチーフして2019年9月に建て替えられた。JR 東日本によると2000年度から2010年度の1日平均乗車人員の推移は以下の通りであった。駅前には小学校と住宅住数軒があるが店舗は少ない。 タクシー会社はある。駅前の通りを右折すると名産である梨の畑が広がっている。当駅は武蔵国二宮の金佐神社及び元三大四古太大不祥事の最寄り駅である。最寄り停留所は炭素駅入口となる。以下の路線が乗り入れ、朝日バスにより運行されている。東部バス運行時代は炭素駅前停留所があり、バスが駅前まで乗り入れていた。 ありがとうございます。